感情発散法自分自身を直視し世の中の地獄の層と自分の心の中の地獄の層をしっかり認識しさらにある程度居直りの心が出てきたら感情を発散するようにします癌にかかりやすい性格の中で述べたように癌にかかりやすい人は自らの怒りや不満をうまく表現できず。 心の中にしまい込んでしまう傾向があることが指摘されています。人格的に完成し悟りを開いたような人ならどんなことが起きても起こらず冷静に対処できるのでしょうが普通の人間なら怒りや不満はたくさんあるはずです。それを素直に表面に出さないで自分をよく見せようという虚栄心やどうせ。 自分の言うことなど受け入れられるはずがないという投げやりな無気力感からいつも怒りや不満を心の中に押し込めるようなことばかりしているとストレスが蓄積しこれが自律神経の働きのバランスを乱して眼痘の病気の原因となるのです精神分析学の創始者フロイトは理性や道徳の力で抑圧された満たされない欲望が 深層心理の中に充満しこの抑圧された欲望が神経症ノイローゼ等の心の病の原因となるということを世界で初めて理論つけて精神分析学という新しい分野を開きましたこの抑圧された欲望の根元についてフロイトは性欲を強調しユングは集合的無意識という人類共通の原始的な意識を強調しましたが 東洋の大乗仏教ではもっと複雑な理論体系を持っています。とりあえずがんにかかった人は心の中を素直に表現することつまり感情を素直に隠さず人に伝えることができるようになることが必要です。深層心理で思っていることと表層心理で思っていることがあまりに違いすぎると表層心理が深層心理を抑圧して 深層心相心理は脳の奥深くで自律神経と深く結びついているからです。心相心理が抑圧ばかり受けていると自律神経のバランスが崩れて健康が障害され癌などの原因となるのです。健全な精神を持つためには心相心理と表層心理との間にあまりずれがある状態ではよくありません。 しかし極端に何でも思った通り主張することは社会生活に支障をきたす原因になります。要はいかに社会生活に支障をきたさないように自分の感情を素直に表現するかです。東洋の聖人である孔子の論語に次のような有名な一節があります。五越我ににして学す。 30にして立つ40にして告ず、50にして天命を知る60にして自重無70にして心の発するところに従ってノリノリを言えず60にして自重無とは60歳になって他人の言葉を素直に聞けるようになったという意味です心の発するところに従ってノリを言えずとは 自分の心の思うままに行動しても一定の限度を超えなくなったという意味でこれは自分の心の思うままに行動しても正しい天地自然の道を外れることがなくなったということです。自分の思うままとは自分の真相心理の要求通りに動くことを意味し真相心理の思うまま行動しても天地自然の道に一致するようになったということは。 深層心理と表層心理の間に、矛盾や葛藤がなくなったことを意味します。このようになれば、精神的ストレスは全くなく、非常に精神的に健康な状態であったことになります。成人と言われた孔子にして、このような心境になったのは70歳であったというのですから、我々凡人は、このような心境になるのは困難かもしれません。しかしか 日々努力すれば誰にでもある程度は到達可能な心境です。表層心理で深層心理を抑圧している状態つまり言いたいことも言わずに我慢しているとストレスの原因になります。とりあえず表層心理が深層心理を抑圧しないように深層心理と表層心理の風通しを良くして深層心理が表層心理に出てくるようにし向けます。 そのために、がんにかかった人が実行するべきことは、自分の思うことを素直に言えるようにすることです。憎まれっ子、世にはばかるといいますが、何でも思うことを遠慮せず、ズバズバ言う人の方が、こんなことを言ったら、人からどんなふうに思われるかといちいち気にしている人に比較して、精神的ストレスが少なく、従って長生きするのです。健常の美徳などというものは、 実りのない敵花であることが多いのです癌にかかった人はとにかく何でも心の中の思いを素直に表現するように心がける必要がありますが何でもかんでも思う通りやっていると周りの人と衝突することは避けられませんのである程度工夫が必要です。1直接発散法湧き起こった感情を 単純にに対象にぶつけけるだけのことです。他人を褒めたければ積極的に褒めけなしたければ思うままに悪口を言ってけなしますうれしければ喜び気分が悪ければ憂鬱な顔をし泣きたければ気の済むまで泣きます好きな人がいれば積極的に接近し嫌いな人がいれば露骨に嫌な顔をします怒りたくなれば すタバこが吸いたければ吸い酒が飲みたければ飲み肉が食べたければ食べとにかく自分のしたいことを好きなだけして感情を発散しますあまり露骨に行うと他人との人間関係を損ない自分の体を痛めますからそのあたりはある程度心得ておきますとにかく心の中の思いを抑さえつける習慣を止めるのが目的です 2異念転換法直接発散法でいつも感情を直接対象にぶつけているといろいろと不都合なことが起こってきます会社の上司と気が合わないからといっていつも喧嘩をして機嫌を損ねていたのではクビになって路頭に迷うかもしれません好きだからといってやたらタバコを吸い酒を飲んで肉食ばかりしていたのでは 癌はますままますすす悪化してしてまいますこのような時は、一工夫して感情をぶつける対象を変化させて解消するようにします。女性に振られたら、その女性を殴るか、女性の家のガラス窓に石を投げて割るかが、一番のストレスの解消になりますが、そんなことをしてたら、犯罪になるだけで、自分には、何の得にもなりません。そのような時は要は 彼女を嫌いになれば良いわけですからどんなことでもいいからその女性の欠点をなるべく多く思い浮かべつまらない女だと思うようにしますどんな人間でも完全無欠ということはなく探せば一つや二つの欠点はあるはずですさらに50年後の年を取った哀れな姿を思い浮かべてバカにすればなお効果的ですついでに 近所の中年の奥さん連中を思い浮かべれば、女などあまり大差ないことが理解できます。読者が、女性の場合は男女を入れ替えてください。この思考過程は、あくまでいい加減な主観でよく、客観的な根拠など求める必要はありません。要は、自分の気が済み、ストレスが解消できればいいのです。もしも、ある学校の入試に落ちたら、 そのの学校の欠点や卒業生での上がらない人の例を持ち出してその学校をくだらない学校だと思うようにしますこのように考えて自分のストレスを解消する方法を酸っぱいぶどうの合理化と言いますお腹の空いたキツネが高いところになっているぶどうが取れないのであのぶどうは酸っぱくてまずいのだと勝手な理由をつけてあきらめ これによってスストレをを避ける心理状態を言いますこれは高い見地から見れば単なる弱者のへ理屈にすぎませんが初期の段階では非常に有効なストレス回避手段です自分の彼女ないし彼氏がとてもつまらない人間に思える時はできるだけ長所だけを思い浮かべるようにしますどんな人間でも探せば良い点はあるはずですまた 試験で二流ないし三流の学校にしか入れなかったとしてもその学校のいいところだけ課題評価して一流校に負けないと思うようにしますこのように考えてストレスを解消する方法を甘いレモンの合理化と言います酸っぱいはずのレモンを無理やりに甘くて美味しいと思ってストレスを避ける心理状態を言いますこれも高い見地から見れば 単なる弱者のへ理屈にすぎませんが初期の段階では非常に有効なストレス回避手段です要は自分が満足すればそれでよく他人の客観的評価などはどうでもよく気にする必要はないのですまた気に入らない上司や隣人がいたらその前ではバカ丁寧に対応し陰に隠れて人に聞こえないように散々悪口を言うかノートなどに ボロクソに悪口を書きます人形などをその人に見立てるかその人の写真に対して悪口を言ったり殴ってもいいでしょうこのような方法でストレスを解消すれば何の実害もありません試験の成績が悪かった時に自分は無能力でダメな人間だと思う代わり先生がたまたま意地の悪い問題を出したから成績が悪かっただけで。 自分は決して無能ではないと考えることができる人はストレスからの有害な影響を少なくできます病気になって自分は治らないのではないかと心配するより今はたまたま病気になっているだけで時間が経てば必ず治ると考えられる人は心の力をより発揮しやすい人なのです酒の代わりにノンアルコールビールなどの飲み物を飲んだり タバコの代わりに禁煙パイポのような間がいものを吸ったりすることも、一種の異念転換法です。三大声によるストレス解消法誰もいない部屋や原っぱで、思い切り大きな声で、日頃の不満をぶちまけます。<laughs> おいこら、誰々のバカ野郎。クソタレのわからずやのボケなす。給料をあげろ、俺の偉さがわからないか、などなど。 何でも思うようよに絶叫します爽快な気分になりスッとするまで行います。また意味のないめちゃくちゃな言葉で大声を出します。内容は心の奥底から湧いてくる言葉でどのような文句でも構いませんしちゃんとした日本語である必要もありません。同時に体の底から湧いてくる感情に身を任せて。 身振り手振りをつけて体を動かすとより効果的です。実は踊りなどの原型はこのようなところにあるのです。また、ある程度大きい声で歌を歌います。カラオケでも結構です。実際は下手でも音痴でも構いませんが、とにかく自分は最高に歌の上手い大歌手で豪華なステージに上がり、 何百人もの聴衆が聞き、惚れている情景をイメージして歌います。歌は短調の悲しい失恋や別れなどのジメジメした歌ではなく、応援歌などの町長々の威勢のいい歌を歌います。軍歌でも構いません。